はい、今日はですね池袋東武百貨店にて、エドリンパ継承、日本画家の伊藤聡先生にお越しいただきまして、今ちょうど先生の個展が開催中ですので、少しですね先生に作品のお話とか伺いながらこのインタビュー動画を、はい、皆さんに配信させていただきたいと思います。伊藤聡先生どうぞよろしくお願いいたします。おそらくですね、皆さんリンパというもの、名前は聞いたことあると思うんですけれども、実はリンパってよくわからないんですよねって方も多いと思うんですよね、はいはい、なのでリンパについてのちょっとお話をしていただきたいのと、また伊藤先生が継承されている江戸リンパについてもちょっとお話しいただけたらと思うんですけど、よろしくお願いいたします。はい、話せば長くなるんですけども、そうですね、短く言うと、はい、やっぱり日本の、はい、伝統芸術の中で、はい、狩野派とか土佐派とかありますけども、またそれとは別にリンパっていうのは、これができたのは、そういう名称で呼ばれるようになったのは本当に最近なんですよ。で昭和に入ってからくらいで、それまでは宗達派だとか、そういった呼び名で呼ばれてて、これはリンパっていう言葉ができたのも、昭和40年ぐらいからなんですね。短くて、それぐらい昔から狩野派とか土佐派ってのがあったんだけど、最近呼ばれるようになって、緒方光琳の凛を取ってリンパというようになって、でも本当は田原宗達が創始者で、本当は宗達派って呼ばれるのが本当なんですけど、緒方光琳っていう人がね、すごく紅白梅図でも有名で、スター性があるんですね。そういう意味では着物の文様だとか、そういったデザインの方にも大きな影響を与えた画派です。しかもそれが全て私宿といって、何の血縁も何もない世界に、それぞれの時代の人たちがその画風を好み、それをしたい、伝わってきたのがリンパだということで、大体江戸の初めに始まったのが田原宗達、そのまた100年後に緒方光琳、そのまた100年後に江戸に、江戸リンパを根付かした酒井芳一という人がいた。それで京リンパと江戸リンパという、その江戸の文化分析、江戸の終わり頃に、ようやく江戸にリンパが根付いた、それが、江戸リンパと言われるもので、私の蒲生である宇下庵という蒲生も酒井芳一が名乗った蒲生を継承させていただいているという、そういう流れです。先生がその宇下庵の、はい、襲名されたというこのきっかけというか、それは酒井家7代目の NPO 法人、はい、江戸リンパ継承会の理事長の酒井芳美さんが、絵を描かないので絵を描くあなたにその名前を襲名してほしいということで使わせていただきます。ありがとうございます。では先生、少し作品についてお話をお伺いしたいんですけれども、今回の個展のちょっとメインであるこの松島図についての話で少し、はい、そうですね、はい、こういった江戸の初めに描いたこの松島図、これが私の今回の松島図の原点であって、これを現代の松島図にこう再現したく、再生したく、挑戦したんですね。で京リンパの金に対して江戸リンパの銀というのがやっぱり東京の感覚に近いというか、それがやっぱり銀だったという、やっぱりその江戸っ子の美学として、よく皆さん今でも言われるおつだねとか粋だねとかっていう美意識、やっぱりおつってのは何かというと、こうおつのおつ、要するに金がこうならばおつ、そのおつを好むっていう美意識が江戸にもあった、渋好みであったりとかね、そういったように、それを銀でどう表現できるかっていうのが今回自分 の, チャレンジでもあったんですね。これはその作品です。はい、ありがとうございます。そしてもう一つ、今回新作として飛天蓮華図という作品があったと思うんですけど、うんうん、こちらについてもちょっとお話を、これをちょっと撮ってほしいんですけど、はい、こちらは、はい、で今回、はい、出品している作品は、はい、会津若松の上皇寺さんというお寺から頼まれた、はい、作品なんですね、はい、それを同時に制作した作品で飛天三華図、これ山は
やっぱり会津若松ということで、会津磐梯山、手前には猪苗代湖、そこにこう飛天が舞い降りて祝福をしているという賛美をしているという会津若松のテーマにした作品ですが、まあ、これは会津若松に限らずやっぱり日本にある山岳信仰であるやっぱり霊山としての磐梯山、それは富士山なんかと一緒でやっぱり土着信仰、それとシルクロードを伝わってきた仏教がこう融合した世界を作りたいと思いました。これがその作品です。ありがとうございます。じゃあ、あと一つレンガといわれる作品で吹き胡蝶図という作品があると思うんですけれども、こちらについてもちょっとお話しいただけますでしょうか。はい、これまでの絵画と違って自分が志した一つとしてレンガというシリーズがあります。横長にこう広がっていく絵巻の世界を現代絵画としてどうやって定着させられるかということで、絵巻というのが右から始まって左に終わっていく時間の流れ、それはやっぱり西洋絵画にある空間の奥行きとはまた別に流れていく世界を、時の流れをこう絵画化したいというのが狙いでした。でその一つの作品として吹き胡蝶図もあります。だから違った場面がいくつかつながることによってそこに新しい物語が生まれるようなね、そんな風に見てもらえると嬉しいです。例えばこうお花は今この作品ですと吹きそれとボタンですよね、ええ、でボタンとともにこう蝶がこう舞い降りてくるような、まあ、この蝶もやっぱり昔から蝶にボタンという取り合わせというのがありまして、はい、でそれはいろんな歌舞伎の演目とかにもそういったものがありますし、皆さんよく、まあ、あまり最近ないけど花札の図柄にもボタンに蝶とかってあるように、まあ、本当に定番中の定番 の, 図柄なんですけども、そこを自分なりにこう新鮮に見せられればなと思いまして挑戦した作品です。ありがとうございます。はい、じゃあ最後にブラックマッチ島のところでこう先生のこうなんか今後の抱負みたいなものをちょっとじゃあちょっとあれ、はい、まず絵を撮ってください。はい、じゃあ撮らせていただきます。ちょっと下の方から はい、はい、波の下とかもちょっと、はい、じゃあ作品を見るのが一番なんです。そうですね、実際に作品ちょっとねご覧いただき、角度によってね、はい、こう光り方も違うんで、はい、そういうのもやっぱりちょっと画像にしてもらうと、はい、いう人も面白いかなと。すごい。そうですね。波しぶきとかもすごいですね。これは波しぶきの表面は、はい、砂子というね、はい、これはアルミニウムを使ってるんですけど、はい、やってます。はい、それで上から巻いていくだけなんですけど、それが波しぶきに見えるように、はい、いろんな大きさの砂子を巻いてやってます。ちょっと低いところから撮ってもらうと嬉しいです。はい、じゃあちょっと、はい、まあ、一番綺麗、ちょっと光るような感じがありますね。要するに、はい、見てる人の目線で絵がどんどん移り変わっていくっていうのも日本画の面白いところで、それは西洋の、絵画とは違って、はい、光の角度によって変化していく、はい、それ自然とのこう調和っていうのも日本絵画のね面白さだと思うんで、はい、先生がやっぱりこれからね、エドリンパーを引っ張っていくこう作家としてすごく皆様に注目されてますけれども、はい、今後こう活動としてはどういうこう感じで先生は思いを持ってこう制作を続けていかれる。やっぱり自分なりに伝統と、はい、創造みたいな、まあ、松尾芭蕉の言葉にある植木流行みたいな言葉がすごく好きで、要するに古典をしっかり勉強した上でそこに現代の、感覚を盛り込んで進展させていくっていうことを、自分のモットーにして、これからも活動していきたいと思ってます。それにつきます。はい、ぜひとも今後、ね、先生がますますこう、おそらく飛躍されていくと思いますので、これからの作品期待しておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。はい、どうも皆さんありがとうございました。はい。